背景知識話してみる講座になりますね。はい。背景知識講座になります。はい。まあね、需要があるのがちょっとわからないんですけども、サブチャンネルでは言ってみたんですが、実際ちょっとやってみたいと思いますね。このところ良かったらですね、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。続けてっていうね、応援メッセージとね、高評価ぜひお願いしたいんですけども、はい。今回は第1回目なんですけども、第1回目は何に注目したかっていうと、これです。confirmation bias. っていうやつですね確証バイアスとかってね言われたりするやつなんですけどもまあね確認するコンファルメーションですよね。 ファーム、硬いですけど、硬くするってやつね。で、バイアスね、そう偏ったね、えー、見方のことをバイアスって言ったりしますね。これね、よく出るんですよ。もう今年もね、2020年ですけども、もう2回取材されたのを見たので、慶応の SFC、総合政策ですね。あ、これ慶応ってね、これ毎回書くたびに、なんだこの書き方はって言われるんですけど、こうやって略したりするんですよ,よく。そして、えー、弘前大学ですね。国立の方でも出てます。で他にも19年だったら日本医科大が出てますね。で、北海道大学。そう、私全部これ解いてるので、ここで。 ですね、だからああよく出るなっていうね印象があるわけですで18年浜松医科大と岩手医科大そうですね医学部結構出るんですねこれねそして2017年には横浜国立大学が出してますねで16年には青学の国際政治で九州大学球大も出してるし11年には横市の方ですね横浜市立の方でも出てるやはりちょっと医学部系が多い一応調べた限りはこれぐらいあるとデータベースの中ではこの 横がスタートだったってことこです、ね、まあ、だら医学系がかなり通っていることが多い。そう、医学にもちょっとね、関わっているからなんです。で、他にも自分自身はトフルで出会ったことがあるんですね。海外のね、トフルの参考書結構入ってます。コンファメーションバイアスね。有名なものなんですね。トフルのス,、ね、スピーキングに登場したことがあるやつなんですけども、さあ、知ってますか でだからこれを知ってる人はもう「もうはいはいはい出ましたねおなじみです」さって読めるんですけど知らない人はやっぱり「なんだろうこれ」ってなってしまうので知っておいた方がいいかなと思います。 confirmation bias っていうのはですね、えー、ウィキペディアのですね、えー、定義を読むと、confirmation bias is the tendency to search for, interpret, favor, and recall information in a way that confirms or supports one's prior beliefs or values とですね、そう、過去にね、持ってた、ね、信念とか価値観とかっていうのは、ああ、やっぱこれ正しかったんだっていうふうに思わせちゃう。そういったバイアスのことだと思ってください。でこれは日常めちゃくちゃありますね。 例えば自分自身で思ったのは留学してた時ですねどういうコンファメーションバイアスがあったかっていうとスイス人は時間を守るけど他の国の人は守らないっていうねそういうコンファメーションバイアスを作ってましたねそうするとあそうかスイスって 時計作ってるじゃんだから守るんだよ時間をっていう風にその信念とか価値観っていうものをサポートするものを拾い上げちゃうわけですよ。でいろんな人と会ってあやっぱりこの人も時間守るあやっぱりこの人も時間守るってなるわけです。 で、クラスメートにいたんですけどスイス人でいつも遅れてくる人一人いたんですよでもそれをですね例外っっていう,ふうに見なしちゃったりすするわけです、ね、で、ね。こういうことがよくあるそのだ自分の信念に合わないものを c ク p プション例外だっていうふうに見なしてしまうっていうのが結構あるわけですまあそれについても結構触れられてますいろんな大学に、まあ、韓国留学したりもしたんでで韓国人の人はやっぱり遅れてくる。 ね、やっぱコリアンタイムなんていう時間があって30分ぐらい遅れるとかっていうのは普通にあるねざらにあるんであやっぱりこの人も遅れるやっぱりこの人も遅れるって思っちゃうわけですねそんなのが実はサンディエゴで会った一人の人はいつも遅れてこなかったいつも時間ぴったりに来てたのにそれを例外っていうふうにしちゃうわけですねで他にも出てた例だと分かりやすい例で出てたのは青学かな青学の問題は左利きはクリエイティブであるとかっていうふうによく言ったりしますよね。左手を使うと右の、ね、脳がこう活性化されてで右側 ののっていうのはクリエイティビつかさ司るものなんだからって言ってあやっぱり左利きはクリエイティブなんだっていうふうに思っちゃうとか、ね、東大っってて左利きが多いって言われたりすするんですよで。確かに自分の研究者でも多かったしだからあやっぱりクリエイティビティと関係あるんじゃないのって思っちゃうわけですね。 でいろんな教室に行ったりするわけフランス語の授業を受けたりとかいろんな授業を受ける時にあれやっぱり慶応にいた時よりもこれ左利き多いよなやっぱり左利きの人はクリエイティブでなんか天才とかが多いんだっていうふうに作っちゃうわけでしょ。で違うものは例外だみたいにしちゃうわけでしょ。それににに合わわなないいいい事実実だっっってててはあるけけでですすすよ自自分自身家族に左利きいますけど大学も行ってないですからねっていう,ふうに 例外なんんかか山ほどどあるのにそのにそをねどうかしちゃうんですよ自分の持ってる考え方に合うものを探しちゃうこれはまあだから偏見とかっていいうのをね生み出しやすすわけですよねだからだから SNS とかもそうですねあいつは何人だからとかさとかここ出身だからとかってね決めつけちゃうわけじゃないですかまあ、そういうふうにねラベルを貼るっていうのはですねまあ、このトピックもまあいずれやるかもしれないですけど結構出やすくてで人っていうのはこうなんだからこうだっていうふうに偏見を固定観念 ステロタイプを作った方がいろんなことを考えなくていいから脳の負担が少なくていいんじゃないかっていう生物学的理由があるんじゃないかとかっていうのもね英語の長文中に出てきたりはするんですけどだから偏見っていうのもよく出てくるトピックです。 で、アイインン、シュタイン弘前大学とかなアインシュタインとかっていうのはそのコンファメーションバイアスに惑わされないように違う例外だったりとかをメモってたとかっていうのがね出てたりもしますけどこれをメモっておかない後になっちゃうともうそれを忘れちゃって自分のいい方をいい方にって言っちゃうっていうねそう、だから科学結構ね理系のところで出てくるさらにはこのどっかに載ってたな投資家たちとかっていうのも投資する時に自信過剰になる可能性 があると失敗する要因とかに目を向けなくなっちゃってもうこれだっていう風になっちゃう成功するに違いないほらこの証拠も成功に導いてるこの証拠もそうだっていう風に成功の方しかもう目が向かなくなって他の危険要因を無視することがあって危険だとかっていうので出たこともありますしあと医学においても,もう患者さんとかはこうやって治ったっていうので本当は自然治癒力とかいろんな要因がねあるにもかかわらずあ治療のおかげだっていう風に思いがちであるとかね。やっぱ、ね、こう決めつけ っていうのはいろんなところにあるので出やすいわけですね。で、面白かった例が一個あったんで、それを紹介しますね。で、弘前大の例であったやつで、で、横位置もちょこっとだけ関係することが書いていましたね。はい。これで2、4、6っていうはい数字があったとして、はい、で、先生がですね、はい、あるルールがありますと、これにね。じゃあ次、ここの後ろに来る数字は何ですかって聞かれると、何を浮かびます皆さん。 そそうそう,そう、8を浮かべますよね。でその後ろは「10」ってやって「12」ああ2ずつ増えていくんだろうなそういう数列だろうなっていうふうに思い込むとみんなは。で,で学生たちは「あ8が来ます」って言って「先生はいルールりオり OK です」「10来ますはい OK です12来ます OK です」って言って。 じゃあ,あ,あやっぱり2ずつ増えていくだっていうふうに言うと先生が違いますそれは私が考えているそのルールではありませんっていうわけですほとんどの人はもう決めつけちゃうわけですね決めつけてで81012とかってやって1416ってやってやってっちゃうで先生は「そうはいその数字は合ってますそのルール通りになってます」って言うんだけどじゃあルールは 2, 2ずつ増えていくですかっていうと「違います」って言うんですよで「えっ!?」ってみんななるわけですかである学生がもういろんな数字を入れてったとここに。 で何でもいいんですよだから37とかっていうと「はい先生はい OK」って言うんですね。でじゃあじゃマイナス5とかっていうと「あダメ違います」って言って,言ってもういろんな数字をバン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 入れてって。 50って言って、はい、オッケーその後にマイナス20とか言ったら、はい、ダメーとかって言って、その学生はもういろんな数値を入れて、一体何が正しいんだっていうのを判明するために頑張っていったわけですね。50とかですね。31とかいろいろやって、正解とかダメーとかっていうのを聞いてって、最終的にその学生は導き出したんですよ。その先生が意図してたルールっていうのは、次に来る数字が前の数値よりも大きいっていうね。そういうルールだったわけ。だから、 もう246ときてんだからあこれ2個ずつ増えてるんだから2個ずつ増えるんだっていうふうに決めつけちゃってたけど多くの学生はでもその学生だけはいろんなことを試してみて本当のルールを見つけたっていうわけですそうだから決めつけないでいろんなものを試していって真実を見なさいっていうそういう教訓なわけなんですね。はい はい。これがね、コンファメーションバイアスっていうものなんですね。もちろん専門家でも何でもないですから、違う違うとかってね、コメントに書かれても、知らんがなみたいな感じですけど。<laughs> え、コンファメーションバイアスあったでしょ皆さんだって。私が新しい講師が入りますよってね、たどりで言ったときに、あ金谷先生が入るに違いないつってっ、なんとかかななんとかかなっていっぱい言ってる。金一風差し上げますって、金っていう感じを出してる。そう あれがコンファメーションバイアスだったんですよ。日常コンファメーションバイアスっていうのはそこら中に溢れているわけですよ。はい、こんな感じで、もしまあ需要があったらね、これもやっていきたいと思います。ものすごいたくさんありますから、やっぱり、あ、また出たこれ、また出たこれって思うことなんかね、山ほどありますので。はい、ご視聴ありがとうございました。もしね、よかったら高評価、チャンネル登録、メンバーシップもやってますので、よろしくお願いします。はい、Thank you for watching。需要あるかな